トミさん、外音だけ、あの外の音でボーカルとギターのバランスだけ見てもらっていいですか。はいはい、まして皆さんこんばんは。ルビと申します。ちょっとだけやらせていただきます。昨日すごい素敵なライブを前泉に見に行って、でよくライブでカバーさせていただいてる曲をご本人によくライブでカバーさせていただいてるんですよ。っていうふうに言ったんですね。そしたら、もうたくさんやってください、あなたの曲にしていいですっていうふうに言われたのでやります。はい、山田あんみさんっていう方がいて、でその方の歌なんですけど、すごい優しい歌です。春夏秋冬という歌を歌います。黄昏の坂道で
はあの頃と同じキスをしよう。再び巡り震える、この空に耳を澄まそう。冷たい霧の夜にはぬくもりを分け合って眠ろう。春夏歌うか決めてな。よくあることなんです。決めないで歌い始める。チューニングをします。ちょっと待ってください。
ちゃうけどそれくらいがちょうどいいんだ。隣にワンコを乗せてゆくんだぜ。丘を越えると別の景色だ。ウーバーイーツに追い越されてゆっくり走ってゆくのさ。ウェイフェアリングストレンジャーっていう、19世紀のなんかすごい昔の曲をいろんな人がカバーしてって、なんかだから原曲がもうほとんど残ってないみたいな、そういう古い曲をいろんな人がカバーしてるんですよ。ジョニー・キャッシュとかなんかそういう、となったんだっけな、ボブ・ディランカバーしてたかな、なんかそういう人たちはいろいろカバーしてるんですけど、私はちょっとルーパーを使ってちょっと面白く茶化してやるので、まあ聞いてみてください。Oh,
お楽しみに。ありがとうございました。ルリでした。